万博の話題2つなんですけどもまず1個目はこのサムネにも使ってますけどね万博リングこれやっぱり高すぎる気がするんですねこの写真を見ていてふと気づいたことがありますそしてもう1つは修学旅行の行き先がなぜか万博になっていてもう学生がブー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 不満を言ってるという話題でございますさあ1個目なんですけどもまずこのリングなんですがこちら写真見てください これ確かの先日、ですね報道陣に公開されました万博リングの現場、これ内側になると思うんですけども、この写真でございます。でねこれを見ていて、ね、うーんと思ったんですけども、そういえばね確か350億円程度という話でしたので、それを計算しますと、ざっくりですよ。 一度あたり、これ一周三百六十度になります。一度あたり一億円という計算が成り立つじゃないですか。で、それをね、この縮尺に当てはめていろいろ考えますと、はい、この赤矢印でございますけども、この幅がね、約一度と見て間違いないんですよ。となると、この幅、そして高さはね、これだいたい人間の高さから見ますと、だいたいこらと建物のこれね、三階建てくらいの一軒家と考えてください。そして奥はそれなりに距離ありますもんね。はい、ということで。 なんですけどもそれを計算しますとざっくりですよはいこんなような形の3階建ての木造住宅を仮に建てたとしたらこれが1億円するという計算になるんですもちろん立てたと言ってもこれ中身何もありませんからねただの側だけということになるんですけども側だけ立てて1億円ってことになるでしょはいもうこれだけで結論ははっきりしてるんですがさすがにこれで1億円という金額はどう から出ててくるるんんだって話になるんですさあ次、この写真。はいこれ、ビッグフレーム工法ってありますけども、これ見てピーンと分かった方というのは、これから家を建てようと考えている方か、もしくは業界の方だと思いますね。はいこちら、あの住友林業ありますね。住友林業の家。あの住友林業のホームページから転載して拝借したものなんですが、これね、ビッグフレーム工法というのは彼ら持ってまして、これ結構高いんですよ。で高いということもありますし、あとは非常にこれ人気な工法でもあるんですね。さあそして これ現場の写真になりますで。これだとちょっと分かりにくづらいんですけれども、これ見るとイメージ湧きませんかね。どうです今回のリングとなんとなく似たような匂いしませんかはい、今回ねあの、修正剤という言葉がありましたね。一本の木ではなくて、この細い木をですね何重にも組み合わせて、これをね特殊なボンドで貼り付けて強度を出すと、これをね、集めるなる材と書きまして、修正材というふうに言うんですね。でこのお墨 住友林業のこのビッグフレーム工法というのもこの修正材を使って非常に強固な家を作ると地震に対しても非常に強いということでこれね人気の工法になってくるんですよさあそこでなんですけどもじゃあね住友林業で一 を建てたらら一体いくらででつんかとどううしょうこれはある程度今回のリングに対するねこれ参考価格になると思うんですけどもざっくりですよいいですかあの細かい材質とかねそういうことは私分かってるわけじゃないんですけども非常にざっくりなんですけども見ますとこんな感じです住友林業の家というのは大体つぼ単価85万ぐらいで見ればほぼ立つんですこれはもうねあの固定された数字ですからほぼこれで立ちますで今回の万博リングなんですけどもさっきの家を、ね、家をね と言いますか、三階建ての一軒家と仮定して、で、あれをね、坪単価と言いますか、だいたい南平米ぐらいあれだって計算しましたらね、坪でね、百二十五万ぐらい、えー、まあこれはね、幅十万ぐらいあると思うんですけども、それ前後でできるんじゃないかというね、計算、まあこれ仮説ですよ、立てました。するとどうでしょう。だいたいね、これはあの二対三と言いますか、一点五倍増しぐらいになってるでしょ。これは明らかに高いと思いますよ。でもちろんね、この万博リングの の方はこの住友林業の家と違いまして雨ざらしになりますのでこの住友林業の家以上に雨に対する対応策は通っていると思いますえそしてえまたこれ頑丈で、ね、3階にも屋根がのってきますのでえこちらよりも、ね、もっと頑丈なあこれは木を使っていると、まあ、見た感じは、ね、推測できるんですよ。 でもよく考えてください。この住宅の場合、住友林業の場合には、ここから中にお風呂やキッチンとかね、そういうものが入るでしょ。で、クロスも貼って床もきれいに仕上げる。そして何よりも外壁をしっかり作って周りを囲う作業が必要じゃないですか。で、今回のリングに至っては、あれで完成形になるわけでしょ。あと何もしなくていいんですよ。ということを考えますと、おそらくね、この価格差というのは、ここにあるような価格がおそらく私から出てると。 思います。で考えるとどうでしょう。やっぱり今回のね万博リングつのはそもそもがね強烈な割高になってるんじゃないかという私気がしてならないんです。はい、ただあのお断りしますけども具体的に何を使ってるとかそれを把握してるわけじゃありませんからね。えー、これは何とも言えないんですけどもざっくり見るとやっぱ やっぱりおかしいぞという気がしてなりません。で、考えられるとすれば、これ、基礎の問題でしょうね。この万博の会場なんですけども、基礎が非常に強固なものが必要であると。だから、そこにお金をかけてるんだって言われれば、まあ、あ、そうですかとしか言いようがないもんですからね。うん、現状ではその詳しい情報がなければ、いくらってうのは算出しようがないんですけども、ざっと見た感じだと、やっぱり高いんじゃないかなっていうのは、私感じたところなんですよね。さあ、お次の話題なんですけども、修学旅行。 これたまらないですよ修学旅行先が万博に親たちの悲鳴、これ子どももそうでしょう、本当なのか国内旅行会社に直撃と、で専門家はね計画にはリスクを伴うと言ってますが、はい下、これはね X で、えー、こうつぶやかれているこう学生の悩みでしょうね、これ、叫びですよ、来年の関西の修学旅行生が万博見学になっているみたいですよ、行きたくないって言ってますよ、あこれ親の、ね、意見でしょうね。 娘の修学旅行先が万博にされたそうです。無理やり動員された感じ、どっか夏よ力。半年前から修学旅行先として旅行会社が提示してくるプランが万博ばかりと東京の高校の先生がおっしゃってましたと。うん、どうでしょうかね。なんかこれは臭いですよね。これ金釣りとか JTB とかどうなんでしょうね。 当然私はね、これはプレッシャーかかってると思いますよ。教育の機会ですなんて、そんな言葉を使ってると思うんですけども、これはどうかと思いますけどもということで、次のページなんですけども。 はい、万博そのものが学びの場として修学旅行の貴重な機会になるため各旅行会社は積極的に取り組む予定にされておるとこれ臭いですよね貴重な機会学びの場って言いますけどもあんなもん学びの場になりますおかしいと思いませんかねただ各国のパビリオンが並んでる。 だけでででしょ今ネットでいろんんなもん見れるんですよ1970年だったら分かりますよ。いろんなものが集まっていてね、世界中から集合している。これ本当に学びの前になると思いますし、おそらく生徒たちも万博、うわ、行ってみたい、やったぜって感じだったと思いますけども、今こんなもん見たってね、学生。 たまらないと思いますけどもね。えー、そして下もね、チケットがね、今年しか取れないからということで、どうも妙な宣伝をしてるんじゃないかという、そういう話が載っておりますと。でね、えー、私が最も懸念しているのは、ということで、えー、春の前半戦の修学旅行ですねと、これほんとね、その通りです。海外パビリオンが開幕に全部出揃うのは可能性はね、ほぼゼロなんです。 その早いいい段階に修学旅行を合わせていいのかという不安がありますその通りですよね。どう考えてもこれおかしいじゃないですか。もう明らかにね、一般の入場者が見込めないもんですから、修学旅行でこれ、量を稼ごうと、それを強に当てているとしか思えないんですよ。まあ、この被害者は誰かというと、修学旅行生ってことになりますよね。とんでもない時に当たっちまったと、コロナが終わってせっかくにいろんなところに行けるのに、なんで万博に行かなくちゃいけないんだということで、いや いや、これはねかわいそうとしか言いようがないですね。皆さんどうでしょうか？